はい、今回もですね、これ初じゃないよね。このカードは初かもしれんけど。一回紹介してるよね。マルティン・パレルモ。多分、前紹介したのレジェンドかな？レジェンド紹介してんのかな？この人あれない。引退後、監督やってんやん。まあ、今はやってないですけど、直近まではプラセンテっていう、これもアルゼンチンかな？とか、の、監督をしてると。最多勝がボカと。どんだけボカ好きやねん、おい。好きすぎるやろ。アルゼンチン代表15キャップで9ゴール。ワールドカップ出てますからね。2010年かな。マラドーナの時、ワールドカップ出てますよね。びっくりするよね。多分こいつよりも、あ、じゃあ、ディエゴ・ミリートよりこいつの方が、ね、優先順位高かった時、びっくりしたよね。嘘でしょっていう。チャンピオンズリーグで、ね、優勝してるやつをスタメンから外すってわけわかんないね、マラドーナ。やっぱ監督としてマラドーナちょっと痛かったよね。もともとはエストゥディアンテスっていうところのユースから、で、ボカに行きの、まあ、ボカではクラブワールドカップ乗ってるからね。で、ビジャレアル、ベティス、アラベス、ヨーロッパでのキャリアがさっぱりやねんな。で、すぐにボカに帰ると。そっからまた7年間ぐらいボカと。どんだけボカ好きやねん。ボカ好きすぎるやろ。プロ通算396。まあ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 かな。でもまあ、ほぼほぼ、ボカと。いう感じで。ラリーが通算80試合で20ゴール。まあ、微妙だな。なんか、南米はやっぱり難しいな。なんかこう、こいつもさ、やっぱりもう、ヨーロッパに行くときにクラブワールドカップで優勝しちゃってるからさ、モチベーションが多分低かったんかな。なんかこう、南米はモチベーションが全てかなっていう感じがするよね。なんかタイトル取っちゃったらもうあとはもう、追っていくだけだよね。そんな気がする。だからメッシなんか奇跡よ。南米の選手でさ、あれだけ燃え、ずっと燃えられるってすごくない？まあみんながみんなメッシにはなれないんだね、やっぱね。